おはようございます。8月18日木曜日の東京インフォメーションです。東京都は都内で社会実装を目指す空飛ぶ車の支援対象となる民間プロジェクトを選定しました。都内における空飛ぶ車を利活用したサービスの社会実装を目指すプロジェクトに選定されたのは、三菱地所、日本航空、兼松からなるコンソーシアムです。今年度はビジネスモデルの具体化と来年度以降の飛行実証の計画と準備を行い、来年度は都内においてヘリコプターを用いた飛行実証によるオペレーションの検証など、そして再来年度には空飛ぶ車を用いた飛行実証を行う予定だということです。なお来年度以降における支援は予算が都議会で可決された場合において確定となります。11月10日は無電柱化の日です。都は第2回無電柱化の日フォトコンテストの作品を募集しています。このフォトコンテストは都民に日常で利用する道路の電柱や電線の存在を再認識し、無電柱化の意義や効果を実感してもらうことを目的に行われています。募集する写真のテーマは2つあります。1つは電柱と電線の存在を意識してみましょうで、写真は電柱と電線がある風景です。もう一つは無電柱化の効果を実感してみましょうで、写真は電柱と電線のない風景です。募集の対象者は都内在住、在勤、在学の人で、プロの写真家の方は対象外です。募集部門は2つ、2004年4月2日以降に生まれた人が対象の高校生以下の部と一般の部があります。来月30日金曜日までに専用応募フォーム、ツイッター、インスタグラムでご応募ください。無電柱化の日の11月10日木曜日の午後に都庁で開催される第2回無電柱化の日フォトコンテスト入賞作品発表イベントで入賞者の表彰式が行われる予定です。都は東京子ども見守りノアプロジェクトのキックオフイベントを開催します。東京子ども見守りノアプロジェクトは商業施設などの事業者と連携し、啓発動画の放映やイベント共催、お店の従業員への働きかけなどを行うプロジェクトです。このプロジェクトのキックオフイベントが今月20日土曜日と翌21日日曜日の午前11時から午後4時までイトーヨーカドー木場店の1階センターコートで行われます。21日日曜日のステージセレモニーでは小池知事によるキックオフ宣言があります。その他親子で学ぼう防犯教室や親子で防犯塗り絵、着ぐるみ撮影会、さらには東京都子どもホームページが体験できる子どもスマイルムーブメントブースの出展もあります。都は町田市と連携して事前予約なしで新型コロナウイルスの3回目ワクチン接種ができる臨時の接種会場を明日から設置します。臨時の接種会場は明日8月19日金曜日と翌20日土曜日のそれぞれ午後3時から6時半までで、会場は町田パリオ4階のパリオフィールドです。対象者はいずれも3回目接種を希望する16歳以上で、保護者の同伴があれば12歳から15歳も接種できます。接種を希望する人は接種券と本人確認書類、接種履歴が分かるものを必ず持参してください。事前予約は不要です。使用されるワクチンはファイザー社製です。都は一人でも多くの人に3回目接種を受けてほしいと呼びかけています。都では感染症の感染防止対策や節電対策は熱中症に十分注意して行ってほしいとしています。ここまで東京インフォメーションでした。